こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。えー、っと、宇都宮記念がいよいよ始まりました。初日特選の予想をお送りしたいと思います。えー、っと、概要です。えー、っと、こちらはですね、10レースは、えー、っと、予想せずに11レースと12レースのみ予想しました。えー、11レースは、えー、長島神山の地元両者、特にあの神山の刺し目を重視しました。 それに、あの、な、中川聖一郎が絡む展開を予想しました。12レースは、え、平原が登場するということで、あの、これはですね、実績で、え、平原でいいのではないかと思いまして、本命、え、頭固定で押しました。はい、もう少し詳しく見ていきましょう。11レース、特選です。はい、ご覧の9人のメンバー。 えっとですね、えー、一応、細切れ線ということで、4分線プラス、えー、池田が短期ですね。で、バック回数は竹内と根田が、竹内18回、根田16回で、えー、ひ非常に拮抗してますね。ホーム回数まで見ると竹内が19回、根田が12回ということなので、 竹内は何としても主導権を取る。まあ、値段は多少、まくりでいいのかな。まくりかましなのかな、という気がします。で、他となるとも長島が2回の中川が1回なので、まあ、竹内、値段が、両者が、先手を取るということは、あの、確実だと思います。一方、スタート回数は、笠松が5回、池田が4回、 となっておりまして、スタートを取っていないのはこのバックが2桁の2人だけなので、誰が取るかはちょっとわかりづらいです。で、えー、このレースなんですが、なるほど、3連単は中川が売れてんのか。そうですね、まずですね、このレース、まあ、 竹内,も竹内は何としても先手を取らないといけない。先手を取れなければその時点で終わり。値、ま、段、あ、はそこまではないものの、まあ、これも先手取られなければ、竹内も力尽きってますからね、値段にはチャンスがないということで。 三、まあ、番手を取るような器用な競争もできないですし、まあ、長島なり中川がいますからね、値段としても積極的な競争をせざるを得ないんじゃないかな。つまり、叩き合いまであるんじゃないかなと思います。で、えっ、ー、と、中川は、まあ、タンパク、縦を生かす競争なので、 ま、ここは足を溜めて、え、位置取りには加わらずに、最後、まくり追い込み、みたいな感じで来るでしょうね。やっぱり、あの、500バンクを、あの、今、熊本自身でですね、え、バンク閉じてますが、長らく、あの、500バンクの熊本を練習としてきた選手なので、やっぱり仕掛けどこは分わかってると思います。 ま、同様に地元両者もあの、栃木なので、やはりここ地元なので、当然500バンク。値段もですね、あの、千葉の500バンクということで、結構500バンク知ってる選手が、あの、多いんじゃないかなと。で、その中でも、そうですね、えっと、ま、二つパターン考えられますね。叩き合いになってしまうケース。竹内と値段で。 で、竹内が先手を取って、値段がゆったり押さえてきてるんで、もしくは遅めの押さえなんで、竹内が突っ張ってしまうケース。で、えー、長島は陰切りをするか。陰切りをしたら、ね、あの、値段の先手も、まあ、切ったと、竹内を切ったところ、あの、値段が叩いて先手っていうのもあるのかもしれないですが、足を使ってまでそれをするかなっていうのはあるんですよね。まあ 竹内の後ろに、竹内というか、チューブの後ろにいて、それを、あの、値段がどうするのかっていうのを待つっていうような展開になるかと思います。まあ、どちらにせよですね、コイを取ってる、中川が一度に淡泊な以上、コイを取ってるのは長島で、まあ、最後は、あの、後ろの神山をいるので、まくりを追い込みで、もしくは三角ぐらいのまくりで、えーし、まあ、 竹内も値段も足使ってるでしょうから、仕留めてしまうんじゃないかなということで、えっと、これはまあ、この二人はまずいる。で、さらにその後ろから、まあ、500バンクを知り尽くしている中川のまくり追い込みということで、この三者をあの中心に挙げてみたいと思います。 はい、えー。この、ご覧の通りですね。えっ、ー、と、軸はですね、えー、っと、長島の後ろからですね、えー、かわし、わす、あの、ゴール前かわす、と、と、神山が、えー、ゴール前かわすと思いまして、神、えー、山を本線に見たいと思います。えー、っと、長島との7117。えー 中川との7557ですね。まあ、押さえは1551なんですが、これはかなり薄めに、薄めで、も神山軸に行きたいと思います。次に12レースの特選ですね。平原幸太が出てまいります。地元、神山雄一郎。まあ、レジェンドではありますが、4番車ということで、まあ、平原についていけるのかというのが焦点になります。 はい、えー。ご覧のね三分線プラスですね。えー、短期の、えー、小原が、小原大輝が、えー、いる三分線プラス一の構成ですね。えー、っと、先手を取るのは間違いなくあのバック2、唯一二桁の早坂が取ると思います。で、番手が大月ということで、えー、この並びは硬い。では、その後ろですね。誰 えー、誰が回っているのかとなると、小原かもしれないですが、まあ、河村もいるんですが、河村そんなに、あの、河村確かに時代性を増してはいるんですが、案外中断を取れるよう、 中段を取ってるわけではないんですよね。最後にまくり追い込みとか、そういうレースが多いんで、まあ、指揮後ろ指揮なんですが、指揮にとってはやりにくい。やっぱり、あの中段を取ってるのは平原なんじゃないかなと思います。まあ、平原もですね、埼玉、大宮なので、500番区の選手です。なので、 えっと、ここはですね、知り尽くしてるでしょう。で、えっ、ー、とですね、まあ、早坂が逃げる大月が番手なんですけど、まあ、最初ですね、あの、大月の本命も考えたんですよね。まあ、ご、中断ごちゃついたり、えっ、ー、と、平原を後方に追いやれれば、早坂のスピードというのは一級品なものがあるんで、 そうすれば大月が直線かわす面なんじゃないかなと。で、まくってくる平原とか河村なんじゃないかなと、か、えー、思ったんですが、平原ですね。やはり後ろがですね、地元の神山、レジェンド神山ということで、結構早めの仕掛けになると思うんですよね。早めって言っても、まあ、あの、一周先行とかはないですね。 えー、2コーナーぐらいから仕掛けてくるんで、大月も番手で対応しようとしたときにはもう、あの、平原が横に来られてるんで、たあの、対応できない。そのままできっちゃう。神山をどかすのが精一杯というとこだと思います。まあ、まず、あのー、その2コーナーぐらいの仕掛けで、 神山がですね、平原を交わせるとは、今の神山では思えないですね。まあ、その、平原神山の後ろに誰がつけているのか。まあ、村もありますし、え、小原もある。最終的には大月もこの後ろに切り替えてくるでしょうから、 この辺が直線でどれぐらい突っ込んでくるかなんですが、まあ、軸はまず、あの、平原ですね。えー、っと、突っ込んでくるかなんですが、まあ、500と長い長いものの、うーんー、河村はやっぱり平原は年いってますし、小原は、まあ、短期っていうのもあるんですが、 縦のスピードっていう面ではそんなに足りるものではないんじゃないかなということで、まあ、幕にね、仕掛けはするんですが、ちょっと、平原を直線逆転するのは難しいんじゃないかなと思って、平原を頭固定しました。一応、神山がちゃんと、あのー、平原が早めに仕掛けて、しかもはな、神山が離れないように仕掛けて、 えっと、神山がついていけば、なんとか、な、神山流れ込みなんですが、もし、あの、大月中に絡まれたり、まあ、直線力づきた場合は、え、おばらが、一面白いのは、俺、おばらだと思うんですね。えー、っと、おばら、あの、自在線を増してますし、案外、この74の後ろに行って、えー、2センターぐらい、もしくは、もう直線勝負、 で、突っ込んでくるんじゃないかなと思います。で、えっと、やはり、ム村は無視できないですし、えっと、神山が払えた場合は、大月が切り替えて絡んでくる。まあ、前残りですね。それから、あの、ム村が仕掛けて、その後ろをですね、まちょっとですね、式をどっちかといえば、あの、一瞬の切れ味タイプで、500万クは結構長く、 いい足を使えるタイプがあの必要なので、四季を向きではないんですが、一応抑えました。どちらにしましても、あのここはですね、えー、っと、まあ、瞬死ということもありまして、調子が、調子を、調子がどうなっているかわからないですが、やはり平原が、 あの、一歩抜けてるのではないかと思って、頭固定の本命にいたしました。はい、えー、ご視聴いただきありがとうございました、えー。ゲーム動画でいこうでは、チャンネル登録者数1000人を目指しております、えー。この動画下、ご覧ください。タイトルがあります。そのタイトル右側に、チャンネル登録ボタン。 登録者数が書いているボタンがありますので、そちらを押していただくとチャンネル登録できます。えー、まだの方はぜひご協力をよろしくお願いします。えー、またですね、えー、高評価、コメント。この動画の SNS の拡散も歓迎しております。ブログ、ツイッターもやっております。説明欄にアドレス記載しております。よろしければ見てください。 また、この画面、最後20秒で、関連動画、動画、プレイリスト、流れます。お時間がありましたら、見ていただければ嬉しく思います、えー。動画プレイリストについてはですね、チャンネル、えっ、ー、と、動画プレイリストの何、プラス、右上にプラスボタンがあります。これをすればですね、えー、っと、まあ、あの、ブックマーク見たい登録、あの、でき、 できますので、プレイリスト登録できますので、えー、そちらもよろしければお願いいたします。はい。というわけで、えー、宇都宮記念初日特選11レース、12レースの予想をお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で以降でした。